現役馬参戦、ペアリングタクト来た？に対するみんなの反応。現役馬参戦。生き馬ソウル。まだソウルになってねえ。そもそも存命でなってるのも多いだろ。俺も参戦できる可能性出てきたな。温泉に浸かりながら今後の予定を語りそう。まあ激マブの中の人は 2020JC も見てるだろうから震えるだろうな。ゴルシだって存命だけど馬娘化してんだからそこはいいんじゃない？マジかよ、今後愛ちゃんやコンくん来る可能性もあるのか？大丈夫だから情報出たのはわかるんだけど、今の時期から出して大丈夫なの？発表だけなら現役でやれないことはないもんな。あくまで育成シナリオが作るの難しいから実装までが長くなるだけで。大丈夫なのって驚きの方が強い。例のインタビューネタやってくれるだろうか。まだ足の膨れと熱感が取れてません。デアリングタクトの秘密1。実は、温泉にはうるさい。オペラ王と温泉話とかちょっとしてほしいな。そのうちメイケイエール来る？メイケイエールはもう出してってあっちから言ってきてるし、今でもシナリオ十分作れるくらいには恋からいけると思う。ゴルシだって登場そのものは引退した後なのに随分思い切ったな。聞こえますか？私、そのデアリングタクトちゃん。来年馬娘になりますから。アーモンドアイとコントレイルも来る？この子は原作だとどういう子なの？史上初無敗で牝馬三冠。日曜日にテレビ見てたらそのうち出る。メロディーレイン来てほしい。実馬のオッズがとんでもないことになりそう。シナリオ作れんだろさすがに。シナリオ作るのは引退後だろうなさすがに。実装は後回しだろ。まだ順番待ちが大勢いるんだし。温泉が大好き。新育成シナリオの方謎キャラはオリキャラっぽいな。正直さすがにないだろと思ってました、ごめんなさい。次の予定はオールカマー。その次はエリジュ。来年もまだ走る予定。期間的に怪我復帰前から話はついてたのかな。コントレイル、アーモンドアイ、復活に近くなったこの間の宝塚記念の出走メンツ。育成までに実装するものが多すぎる。温泉イベント楽しみだ。ネット競馬が急にデアリングタクトのリンク貼り始めた。いつもの光景。メインストーリーで疑惑出た時点でリンク貼ってたから9か9でないかで言えば9じゃないから大丈夫。もう何が来ても驚きませんよ。プイプイが来たら驚きます。てかハーフアニバ前なのにだいぶ一気に新キャラ出してきたな。デアリングタクト単体でお話作るわけじゃないだろうし、裏で同期のライバルやらあらかたスタンバイ入ってるのかな。育てられるのは2年後くらいですかね。来るか、マカヒキちゃん。コントレイルとアーモンドアイも来てもおかしくないわ。発表は横浜が優勝してからグランネー。割とすごい情報すぎない？メイケイエールとメロディレイン頼んだぞ。無事に優勝して温泉行けたら泣くかもしれん。伝説の JC なくても弱小クラブから無敗三冠と、引退寸前の怪我から復活目指すストーリーだけでだいぶ濃いからね。発表だけして実装されないのが難点でな。白馬で前回発表された子ぐらいは出てくると良いんだけど。現役バッテ馬券の売り上げとかにも影響出そうだけど、アイドルホースの形の一つだと思えばこういうのもありなのか。ユーザーによる裏事情の勘繰りなんて俺が買う三連単と同じくらい当てにならないんだ。有馬記念の有馬は有馬温泉だと思っていそう。現役馬にファンつければ競馬場に流れる人も増えるとかそういう思惑なんだろうか？少なくともグッズは売れそうだ。引退と同時に実装もあり得るのか。もうどんな馬娘が来るか予想不可能だな。既存キャラとのつながりはスペのひ孫、チチチチだったり、ボリクリの孫、チチチチだったり、SS のひ孫、ハハハハチチだったりする。あとハハチチチチがキングマンボでいるのチチ。おいおい宝塚で1着固定したのついこの前なんだけど、現役馬実装したら今後のレースでオッズ破壊とか起きない？
オールカマーを応援します。デモアはよくば復活の G1 勝利が見たい。タクトちゃん来た時点でメロちゃんも出せるのは間違いないし、妹、弟もあのオーナーなら普通に出させてくれそうだな。夢はきっと叶うからな。やっぱり無敗の三冠牝馬活現役で馬娘になるような馬は、インタビューの受け答えもしっかりしてんな。コントレイルはまだ呼べる可能性がある。コントレイルとカレンブーケドールまだかな。カレンブーケドールはもう内定レベルに思えてしまう。唯一のネックが重賞勝利すらないことだけど。セイウンスカイの馬主さんだっけ。あの迷惑のかかり方を考えるとどんどん馬娘かしろなんて言えない。なんだかんだで球場の広告にウンスがいるのはしからず思ってくれてるから。待ってました。よく戻ってきてくれました。お育成で再現してほしいですが今のシナリオだとまず無理なんですよね。あの本場が入場再現されたら泣いてしまう。この世代の主人公って1になるのかな?コントレイルはあり得ると思う。エールちゃんも期待できるけどどうせなら G1 勝てるまで待ちたい。いや重賞5勝の時点で半端ないんだけどさ。タクトちゃんライバルはいないけど小さい牧場出身で史上初の無敗三冠牝馬で、怪我からの復活でってだいぶ主人公してるからいけると思う。弱小牧場の弱小クラブから最強牝馬って考えると主人公だな。デアリングタクトが来たのならレイパパレも来てほしいなって。ラモーヌさんに憧れてますみたいな感じでストーリー進行しそう。あの三冠馬 ×3 の JC はできなかろうが、例によって会長とか CB とかブライアンが代理はできるからな。本実装までに間に合えばラモーヌも。仮にレインちゃんが馬娘になったら幼稚園児くらいのサイズ感になりそう。CV もデアリングタクトがやれば完璧だな。タイホくんとレインちゃんマジでワンチャンある?スペちゃん親族といえば親族だし、夢といえばだから納得ですけど本当に来るとは。通過ダートも新キャラ発表されてたのね。たる前嬉しい。現役馬がアイドル人気するなんて今更だし、デアリングタクトならそもそも実力で人気するから問題ないでしょ。なんかの手違いでプボくん来ないかな。メインストーリーのあのシーンでタクトちゃんがいたのはスペちゃん関係もあるけど、会話で何度も夢ってワードが出てたのがヒーロー列伝の夢はきっと叶うつながりって可能性はあるかな。海外馬はさすがに無理だろ。モンジュー。現役馬はさすがに無理だろ。デアリングタクト。次に破られるのは何か。毎週土曜日に、誰でも参加できる面白馬娘杯配信もやってるのだ。ぜひ、高評価、チャンネル登録、お願いしますなのだ。最後までご視聴ありがとうございましたのだ。